ダ3世というアイドルグループを紹介したいなと思うんだけど、まあ曲聴いてもらったら分かる通りで、まああんな感じなんですけど、去年だね、2013年に結成して、でその当時は12歳で、今はまあ13歳が、まあ、平均年齢の5人組のブラジリアンガールズユニットということで、まあ、名前からもちょっと分かるように、あの日系人、ブラジル、日系ブラジル人のコミュニティで、まあ、群馬の大泉町ってとこから、まあ、そこに住んでる5人組で全員そうみたいだよ、うん、で、うん、集まったメンバーで日系三世の方々なんだけど、まあなんか可愛らしい感じだよね、うん、まあ、ハーフとかクォーターの人とかって、まあ、美人な人が多いけど、そういうのも関係あるのでしょうか、可愛い感じなんだけど、うん、でね、俺去年ねツイッターでこのリンダ3世の最初の曲、シングル曲のなんだっけ、未来世紀 EGZ か、 EGZ って曲が YouTube で上がって、それがすごい話題になって、うん、それで注目を集め始めたんだけど、うん、これか、うん、そうそうそう、うん、さっきちょっと流してたんだけど、うん、それっていうのがね、まあなんか曲もその映像もちょっと B 級な感じっていうか、なんかすごい音もやっぱアイドルグループって今もすぐ乱立してるじゃないですか、山ほど。でも何が何だか分かんないって感じなんだけど、その中でもまずあのこういう日系三世ってところで、おちょっと違うよねっていう個性がちょっと出てて、まあ、年齢的にもすごい若いし、曲もね割と今ちょっと話に出てたカリスマ .com じゃないんだけど、の EDM っていうそのクラブミュージックっていうのも最近割とポップスでも、まあ、Perfume だとかキャリーとかああいうのから割とそのテクノ系な音楽っていうのもテイストとして導入され始めてきたんだけど、それの派生版みたいなそのエレクトロダンスミュージックっていう音楽もちょっとそういうテイストも加わりながら割と凝ったトラックだったりもしたん でムービーとかもちょっと個性的ななんか B 級な感じの動画であんまり他にはないよねっていうのがちょっと話題になって、で今3曲ぐらいシングルを出して、でアルバムが1枚出たのかなっていう感じらしいんだけど、でまあワールドカップ、まあ、ブラジル大会っていうことでさっきちょっと流してたけど、こんな感じであのブラジルのユニフォームとかと、あと、まあ、ブラジルが黄色 で日本が、まあ、青のユニフォームだから両方足し合わせたようなユニフォーム着て、まあ、サッカーをしてる PV みたいなの作りながら、そのブラジルのね、マスケナーダかなっていう昔からある曲があるんだけど、そういう曲まあ歌ったりとかっていう感じで、まあ、そういうブラジルと日本の融合みたいなそういうところをまあ多少コンセプトにいろいろ曲を作ったりとか活動もしてるのかなっていうことで、あんまり有名じゃなくって、出ててもなんか東京のガールズコレクションかなんかにあのゲストとして呼ばれたりとかしとるぐらいで、テレビとかにはそんなに出てないのかな、まあ、ちょこちょこニュースの中の一部みたいなんで、日系人の人、あの子たちも応援してますみたいな、そういうちょっとしたスポットで入るぐらいで、あんまり今それまでってとこなんだけど、まあこれからどうなっていくのかなっていうことで、うん、まあ正直あんまりアイドルのこと詳しくないんで、今のアイドルグループと比較してどうかっていうのはよくわかんないんだけど、まあ、ちょっと面白いかなということで、でトヨタとかもまあね、コミダンチだとか割とブラジル、日系ブラジル人の方っていうのが多いんで、こういうね音楽的活動とかもトヨタの方でもまあ盛んになればいいかなというふうに思うんだけど、いい人したいね、うん、ぜひねぜひ来てもらってねっていうのもあるかもしれないし、ね、まあ、その融合っていうのはちょっと面白い取り組みなのかなということでね、まあこれからどんどん外国の人も増えてくると思うし、うん、
一番どこで最初に目に留まる、うん、だからさっき言ってたその YouTube でアップした動画っていうのが Twitter でちょっと話題になったじゃん、うん、それでなんだろうっていうのを、うん、知ったっていうのと、俺はまあラジオでちょっと紹介されてたもんで、自分で聞いてみようと思って聞いてっていう感じかな。こういうのいっぱいいるんだね。こういうのいっぱいいるのが増えたんだよね。AKB からじゃないかな。アマちゃんのあれからかもね。アマちゃん？アマちゃんですか。いや、あれも、うん、もうあれはもう、あの、うん、こういうアイドル戦国時代みたいなやつになってからかな。うん、多分始まりは、まあ、2000年代でいくと AKB と Perfume とかじゃない、その両方かなって、俺はなんかそんな感じではおるんだけど。わかんない。昔からあったのかな、地下アイドルとかいっぱい。うん。それが一般にも受け入れられるようになってきたっていう、ある程度。うん。いいじゃんかな。ここまででもなかったよね、きっとね。今は。一般の人の目には知られてなかったね、こんなたくさんはね。いてもなんか何もどこにも触れられずに終わっていくっていう。うん、なんでこうグッときたのかね。なんですかね。で、AKB は最初はなんかうっせぇなって言ったじゃん、みんな。うんうんうん。その間にか当たり前に、ね。いいとも48人に行きたい、そんなにね。あ、そうなんだ。世間が邪魔だと思ったんで。その間にかね。受け入れる。レギュラーにもなってるしね。うん。怖いよね。うん、あれ結局あれでしょ、そのおにゃんことかそういうところまで遡るじゃないの、そのアイドル、うん、発祥としては。ピンクレディ、ピンクレディとか、ピンクレディがパフュームとかああいうのに近いのか分かんないけど、もともとそういう文化あってだよね。でモームスとかもそうじゃん。そうだよね。だから完全になくなった時期っていうのはあんまりないのかなと思うんだけどね。何かしらいいな、うん、何かしらバックスとかね。そうそう、アムロとかね。うん、誰もアイドルじゃアイドルだよね。確かに。ここまで踊りも下手で歌も下手だけど、許される歌詞じゃないアイドルっていうのは。日本独特の文化だよね。そのマックスとかさ、一応さ、ちゃんとやってるじゃんね。プロだよね。モームスはまあ違うじゃんね。モームスの方が一生懸命やってた気がする。あ、モームス今ね、ダンスうまいらしい。噂に聞くと、やっぱ差別化を図ってるのがね、そこら辺は。多分そうなんじゃないのかな、やっぱ。AKB とか。そう、日本は不思議らしいね、なんか、その歌が下手でも歌手になれるっていう。ほんとね。AKB で衝撃だったのは、やっぱその歌が下手なのはまだし、もう顔もブサイクだけど、アイドルになれるっていうね。そういう、もう、ズバズバ言っちゃってて、あの、多分これになるような気がするんだけど。会いに行けるアイドルっていう。あ、そうそう、それがコンセプトなんでね。クラスで一番可愛いぐらいっていう、うん、その手が届きそうな感じ。キャバクラみたいなもんだよね、あれ多分。好きな人にとっちゃね、だまあそうだね、選挙とかでみんなでたくさん買って CD をそれで投票して順位を上げてあげるっていうのはさ、同伴して高いお酒入れてその子の順位を上げてあげるっていう。キャバクラのシステムとほぼ一緒になる気がするけど、そうだね。ただそれがなんかパッと見なんか、なんか夜の匂いがするかそんなにしないかっていうだけの違いで、うん、ね、なんかでもこういうのになりすぎてね、事件とかも起こるようにね、なったけど、それはなるだろうって感じだよね。でもなんか大学時代に福井におった時だからもう8年前ぐらいになるんだけど、福井県の美浜っていう南の敦賀の方で町の村役場のイベントがあって、それの取材に、まあ、バイトで行ったんだけど、その時にネギっ子っていう新潟のアイドルグループが来てて、その当時もそれこそ小学生とかだったと思う、すごいちっちゃい子4人組とかで出てて、で全然知られてなかったと思う、完全に、うん、だけど多分追っかけみたいな人が10人ぐらいはいて、どこ出身の人か分かんないけど、それも本当にいわゆるおっさん、うん、なんかタオルをこうやって
頭も巻いて、で、うちわでなんかデブな体を仰ぎながら、あの人たち、なんか、まあ応援してて、まあそれぐらいで、うん、なんか普通に村の祭りみたいな感じで、出店とか出してやってたんだけど、それがまあ、あのネギっ子もさ、いいともにも出るようになって、ゲスト出演とか、本当に、うん、出るようになったぐらい有名になっちゃってて、で、歌はもう本当に、まあ、これと同じぐらいの、エリート3世と同じぐらいな感じなんだけど、本当に波に乗った感じで。うん。で、うん、ね、スタート。うん、スタートっていう感じの人がいて、うん、この前、稲部の祭りにちょっと出たらね、来てて。あ、本当、うん。じゃあもう、ちょっと可愛い女の子、死後に集めればもうそういう固定ファンはつきそうだね。そのなっちゃうかもしれないね。どんなその逆に愛想がなかったりとかダンスがめちゃくちゃ下手でも、うん、それが逆にいいみたいな人が増えそうでしょ。そういう人がいそうだよね。あの我先にみたいな、僕が好きみたいな。ああ売れてないのが好きな。売れてない方がいいんだ。売れたらもう興味なくなっちゃう。あ、そっかそっか、育てたいんだね。ね、もうだから本当にこれから結婚とかして子供とかでね、その娘とか生まれたら、うん、もしかしたらアイドルとかになるかもしれないっていう、なりたいって言うかもしれないね。うん、うん、ダンクルさんけどね、うん、そうだね。なんでそんな固くな、なの。アイドルだけは絶対嫌だね。いや、嫌だね、なんかなんか嫌だ、絶対嫌だね。何が嫌なの。怖くてしょうがない。だって芸能界とかだって、うん、ダメでしょ、絶対。どう考えても。どう考えてもダメでしょ、あんなの。まともなわけがない。一時だよって言ったらどうする。ここ3年ぐらいで、もうすぐ卒業するし、みたいな。大前も全然ダメ。それだけはダメだ、ね。それ以外は自由でいいよ。ああ、そうなんだ。じゃあ、彼氏と、まだ高2だけど、彼氏とちょっと泊まりしてくるけど。あ、いいよ。あ、かまへん。それかまへんな。それかまへんなんだ。それかまへんだけど。それかまへん。ちょっと芸能活動いつだろう。いかん。関係。なんで？もうそれは絶対嫌だな。いや、自分の子供がそんなになるとは絶対思わないけど、もしそんなこと言い始めたらそれだけはやめろって。絶対言うと思う。まあ、そう。俺はまあ、本人がやりたいって言うんだったら、別に、いいっていうかもね。だって別になろうと思ってできなれるわけじゃないじゃん、基本的にはね、うん、でまあ今その誰でもある程度なれそうな雰囲気が出てきとるもんで困ると思うけど、うん、本当に本気だったらいいけどね、うん、そのなんていうの、その一時じゃなくて、うん、本当に本気でアイドル本気で日本一とか世界一ぐらいの勢いになるっていうぐらいの心意気だから、ガチだよね、うん。ガチでやるんだったら、まあ、最悪許すかもしれないけど、うん、そんなガチじゃないじゃんね、ほとんど。そんなさ、キャーキャー言われたら、そのレベルじゃんね。それでそんな、あんな世界に行くっていうのは完全に、ダメでしょっていう。うん、ダメですか？ダメだね。うん。うん。ロンマーシーに近いから、やりと、本人がやりたいなら。分かれるね、これは。うん。本人に。やりたい度合いによるね、うん、ただ、ちょっと風俗場にはちょっとだ、ね、俺それに近い感覚だもん、芸能の、ね、ああ、そういうこと。うん、そっか、さっきのなんかもう男のその男の欲をこう表にというか、うん、一緒だよ、一緒な気がしちゃう、ね、男の欲を商売にしとるわけか。うん、それが悪いとは思わないけど、自分の子供にやってほしいとは思わない。アイドルの AV 女優と一緒の AV 女優の悪いから、えぇ、ー、そんなことない。俺AV女優は別にその悪い人だと思わない。ああ、なるほどね。うん、自分の世代だよ。でも、うん、アイドルよりはまっとうな仕事だと思うよ。ほぉ、直接的に性欲を処理してくれるじゃん、あいつは。なんかこう、アイドルってごまかしてるじゃん。ああ、なるほど。そこらへんはっきりしないと。そうそうそう。なんか、いかにも綺麗に見せてるっていうのはね、そうそうそう、本当はめっちゃ汚いのに、それを綺麗に見せて、金を稼ぐっていう。本当に汚いかどうかっていうのは分からなくない？でも。
まあ汚いでしょ、あんな世界は。汚いっていうのはその会社がアイドル会社の社長とかそういう運営側は汚いかもしれんけど、いや運営側の話でもちろん運営側の話、ね、そこに別にその子たちは純粋な気持ちでやってるかもしれないけど、うん、しかもその子たちが純粋な気持ちでやってるとしたら余計にそれは微妙だよ ね、うん、悪どいっていう、その本人たちの意思とさ、うん、そのもいろんなものが全然噛み合ってない気がするし、うん、いやわかんないよ、もしかしたら 純粋にやってるかもしれないけど、うん、でもなんかいろいろな世の中を見るとそんなに世の中甘くないと思うから、うん、ね、アイドルって言ったってビジネスだから、うん、ねって思って、しかもまかり間違えればそれこそアイドルが AV 女優になる時代じゃんね、まあね、元アイドルが売れないからとりあえず AV 女優とかヌードやってそこからっていうと、うん、まあほぼニアリーイコールじゃね、そんなのって言ったら、うん、それでもダメならもう地元でキャバ嬢とかね、そう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 、キャバ嬢はどう、キャバ嬢、キャバ嬢まず行ったことあるないない、そっか、じゃあ何するとこはちょっとイメージつかんね、でもキャバ嬢だったら別にいいけどね、そうか、うん、キャバ嬢も嫌だけど、キャバ嬢の方が俺、ね、まあでもどっちも一緒か、結局でもそういうのってさ一緒かもしれんね、意思があってやるものじゃないじゃんね、あんまり、でもどういうこと、だってお金が欲しいからやるわけじゃんね、例えば、うん、家が全然お金ないとめっちゃ勉強したい、だから風俗行って稼いで例えば学校行きます、それはまだ筋が通ると思う、ただ遊ぶ金が欲しい、例えば稼ぐ、キャバ嬢、キャバクラになる、それもうアホだね、ちょっと、キャバ嬢じゃ足りんからや、風俗に行くっていう、その目的意識がただのなんていうの、すごい短絡的じゃんね、うん、逆に本当に日本一のキャバ嬢だとそのキャバ嬢に対してガチで行くんだったらそれはやる価値がその人にとってあるかもしれないからいいかもしれないけど、そんなことってまずないじゃんね、うん、基本的にっていう、その自分の身内だったらそう思っちゃう、それ本当に一生懸命やる意味あるのっていうか一生懸命やる気あるのみたいな、うん、そんな時間も無駄するぐらいだったら、うん、みんなバイトしよう、最悪金がいるんだったら、うん、それは俺が何とかするからちゃんとやりたい、もっとまともなことやれよって無駄なことすんなよって思う、ビロは結構推進派というかね、容認派だけど、それの心は何かあるの？あ、いやいや、まあ、よくく、まあ、どうだろうね、俺その、あんまりそこまで考えてなかったけど、まあ、アイドルグループ、別に地方にさ、回ったりとかしてっていうのは、アイドルだったら別にこの部活の遠征とそう変わらんかなと思って、そういう感じで、それ別に広いな、いいかなとは思ったんだけど、そこからもしかしたらすごい人気が出て、東京に行くとかなって、ね、超人気が出ちゃうかもしれない。なんかちょっとこう嫉妬したいよね。まあそれもあるだろうね、実際、うん、自分の可愛い娘だったのに、なんかもうその12歳3歳からもうそんな世間の目にさらされちゃったら、ちょっとなんか通常の感覚から狂っちゃうよね、そのか感受性が豊かな時期にね、みんなが何々じゃんとかやったりとか、大人がさヘコヘコしだしたりとかさ、ね、年齢にもよるかもしれないね、うん、子役でまともに育つとかあんまないじゃんね、まあね、えなりかずきぐらいだよね、うん、よっぽど芯がないとさやっぱ絶対おかしくなるよね、やっぱスポーツ選手とかミュージシャンでもそうだけど、うん、若いうちから若いうちからやっぱり変な風になるとね、やっぱりその後の人生がトータルで見て幸せなのかっていうのが、うーん、なんとなく逆にお金があるから幸せじゃないんだなってよく思うよね、あの人たちを見ると、むしろお金がありすぎると不幸せなのかなっていうね、そういうのもあるかもしれない、うん、自分の娘みたいなそのことで考えると全然ちょっと変わってくるよね、みんなね、うん、意見がね、そうそうそう、ね、だから他人がやる分には全然ね、他人がやる分にはいいけどね、もう全然見る分には全然いいんだろうけど、そう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 、ね、身内がやるって言ったらそれは話がちょっと違うなっていう、うん、その自分の娘はね、うん、まあ、息子でもそうかもしれないけど可愛いって思うじゃん、うん、でもそれがその客観的に可愛いかどうかってやっぱ測れないじゃん、うん、普通はね、あ、うん、可愛いルックスがね、うん、そういうので判断って変わってくるのかな、どういうこと？だからお前成功しねえだろみたいな子供だったらさ、余計なんか反対したくなるじゃん、あ、立ちさらすだけだからやめとけみたいな感じです、あ、そういうこと？あ、そのめちゃめちゃ、うん、やるならあれでいいけど、橋本環奈みたいな子だったら、うん、お前は可愛すぎるからもう やってもいいぞみたいな、そう、例えばね、例えばアイドル向きだぞ、そのルックスはみたいな、うん、
逆になんか勧めてる親もいるかもしれないよね、一攫千金みたいな宝くじ的なさ、あそうか、俺こんなぶっ細工なやつでもこの AKB とか慣れとるんやからお前もいけるでみたいな感じで、むしろそっち系がお金多いじゃないのかな、多くなって今のスポーツとかもそうかもしれないけど、ある意味絶対あるよね、塾とかスポーツとかその英才教育的なことってやっぱ親がさ目がお金のマークになってるっていうのはいろいろある気がするけどね、それめちゃめちゃストレスだよね子供からしたら、うーん、でもそうだったね、うん、なんか自分大したことないのに自分以上のものを子供に望むのって結構ひどいなっていうのはなんか思うけどね、ネイマール打つでしょ、ネイマール、うん、でもあネイマールはどういうあれだったかは知らないけど、うん、でもあいつたちはさ若干家がすごい貧しいとか、うん、そういう系じゃなくて、いやそうでもないみたいな、そうでもない、うん、そうだからなんかそういうので成功するケースもあるんだろうね、うん、きっと、まあ、人に聞いたろうけどね、うん、なんとも言えんけど、まあ、狙ってなるもんかどうかっていうことだよね、うん、一応双子がこれ、双子なの、双子だと思う確か、うん、双子これ顔が一緒じゃん、本当だ、あー本当だ、うん、これちょっと PV とかでネタにしつつ、マジで誰が一番売れると思う、まあでもさくらだけ白人というか白いんだよね、あーはなんか褐色ブラジル系だなって思うけど、違う本当だね、うん、だからスタイルはいいとかいうね、あ本当だ、あ全然違うね、うん、白いね、うん、5人ともやっぱ外国の血が入ってるからスタイルはいいって、あとね音楽がね、だけどランゲージって知ってる、知らん、ランゲージっていうね掛川さんって人と本沢さんっていう人がちょっと関わってプロデュースをやってるらしいじゃんね、でもともとまあ、このチーム自体は2009年に結成なんだけど、この人たち自体は90年代からエレクトロの分野で結構有名な人たちらしくって、こういう人たちがちょっと関わっているそうなんだよね、でそれなりにその程度音楽業界の中でずっとやってきた人たちが関わってるから、それなりにその売り出し方だとか音楽の音楽も大体最近、うん、アイドルがそういう傾向にあるよね、うん、そのプロデューサーにそれなりに、まあ、世界的には当たり前なんだけど、うん、やっぱり一流のアイドルには一流のコンポーザーとかプロデューサーが作ってるのはやっぱり、うんね、だからマドンナのアルバムとか出せばそれは最初の時の最新の音になるっていうのは、そりゃそうなんだけど、うん、日本もそういう感じにはその時最先端であろう音楽をやってる人たちがやるっていうのはあるかもしれない、突き抜けではないけど、なんかそんなになんか最近流行ってるよねっていう音楽になるっていうだけだって、なんかそれ以上のものではないんだけど音楽自体は、うんうん、まあ、そういうアイドルもいろいろ変化をつけないとっていう感じで試行錯誤してるって感じだよね、アングラな人とコラボする人たちもいれば、うん、ね、EDM っていうそのクラブミュージックっていうのも最近割とポップスでも、まあ、Perfume だとかキャリーとかああいうのから割とそのテクノ系な音楽っていうのもテイストとして導入され始めてきたんだけど、それの派生版みたいなそのエレクトロダンスミュージックっていう音楽もちょっとそういうテイストも加わりながら割と凝ったトラックだったりもしたん でムービーとかもちょっと個性的ななんか B 級な感じの動画で、リンダ3世というアイドルグループを紹介したいなと思うんだけど、まあ曲聴いてもらったら分かる通りで、まああんな感じなんですけど、去年だね、2013年に結成して、でその当時は12歳で今はまあ13歳が、まあ、平均年齢の5人組のブラジリアンガールズユニットということで、
名前からもちょっと分かるように、あの日系人、ブラジル、日系ブラジル人のコミュニティで、まあ、群馬の大泉町ってとこから、まあ、そこに住んでる5人組で全員そうみたいだよ、うん、で、うん、集まったメンバーで日系三世の方々なんだけど、まあなんか可愛らしい感じだよね、うん、まあ、ハーフとかクォーターの人とかって、まあ、美人な人が多いけど、そういうのも関係あるのでしょうか、可愛い感じなんだけど、うん、でね、俺去年ね、ツイッターでこのリンダ三世の最初の曲、シングル曲のなんだっけ、未来世紀 EGZ か、 EGZ って曲が YouTube で上がって、それがすごい話題になって、うん、それで注目を集め始めたんだけど、うん、これか、うん、そうそうそう、さっきちょっと流してたんだけど、うん、それっていうのがね、まあなんか曲もその映像もちょっと B 級な感じっていうか、なんかすごい音もやっぱアイドルグループって今もすぐ乱立してるじゃないですか、山ほど。でも何が何だか分かんないっていう感じなんだけど、その中でもまずあのこういう日系三世ってところで、おちょっと違うよねっていう個性がちょっと出てて、まあ、年齢的にもすごい若いし、曲もね割と今ちょっと話に出てたカリスマ .com じゃないんだけど。